すごい、ロンドンでライブをするのがずっと夢だったので、すごい夢の舞台に立てて幸せです。ありがとうございました。ロンドンブルーはそもそも、UK 歌謡ロックをベースとした楽曲だったり、ビートルズさんをモチーフとした曲をやっているので、そこが曲の原点であって、そうですね、あとはプロデューサーがビートルズの大ファンなので、それこが多分ロンドンブルーの楽曲の元だったりモチーフの元になってると思います。一番面白い曲は何ですか、パフォーマンスをするときに。私はかっこいい曲が好きなので、まあ、2日目に披露したデスティニーっていう曲はとてもクールなかっこいい曲なので、その曲が私は一番気合が入る曲になってます。はい、私はロンドンコーリングというみんなで盛り上がれる曲があるんですけど、それがそのライブ会場でやっててもお客さんとの一体感がすごく楽しめるし、自分たちもすごく楽しい気持ちになれるので、その曲で、CD も発売するんですけど、とてもその曲が大好きです。ロンドンブルーのダンスは、すごいなので、どのくらいかかりますか、覚えるのは。ダンスは私が振りをつけてることがあるんですけど、みんなに3-4時間で1曲教えて覚えてきてもらうって感じですね。でも練習は週に1回くらいしてます。とハイパージャパンは日本の文化を中心とした行事なので、皆さんは日本の一番好きなポイントは何ですか、日本の文化について。私は日本でちょっと声優の活動もしてるので、日本のアニメーションがすごく好きで、このハイパージャパンでもすごくお客さんの中にはコスプレをしている方とかもいらっしゃって、で一緒にそのライブを楽しんでくれてる人もミーティングに来てくれた人も知ってる作品、日本の作品のキャラクターをコスプレしてくださってて、イギリスでもその日本のアニメは通用してるんだなっていうのがとってもとっても嬉しかったし、誇りに思います。私はそうですね、日本のなんか原宿系の可愛い文化がすごく好きで、ユニコーンとかパステルカラーとかすごいふわふわした夢可愛い系のものを集めるのが本当に大好きで、夢可愛いものが本当に好きで、だからこのハイパージャパンフェスティバルでも夢かわいいものが本当にたくさんあって、もうすごいなんか、日本の夢かわいい文化はこんなにイギリスとかいろんな場所で広がってるんだなと思って嬉しくなりました。ちょっとこれからまた見てみたいです。私は日本の食べ物がすごく好きで、でハイパージャパンにもあったんですけど、やっぱりたこ焼きとかお蕎麦とかラーメンとか牛丼、カツ丼とか、まあたくさんあるんですけど、やっぱりお米を見るとロンドンでも安心するので、やっぱり日本のご飯が好きです。私はですね、なんか日本人はに限らないんですけど、ありがとうとかバイバイとか、その挨拶を礼儀っていうものをすごいちゃんとそうなんかしっかりするところがすごい好きっていうか大切にしていて、でもそのハイパージャパンに来てくれてるお客さんみんななんかそれをちゃんとできてるから、すごい本当に日本のことを愛してくれてるんだなっていうのがすごい伝わったので、すごいなんか一緒にその日本の文化を共有できたことがすごい楽しかったし、その日本が誇ってるものだと思うんですよ、おもてなしとか、だからそれをちゃんとなんか私たちも伝えたかったし、でお客さんもみんなそれを一緒に乗ってくれたから、まあ、日本のいいところはそのちゃんとありがとうございますとかちゃんとお礼とかね、礼をするところだと思います。ありがとうございます。今は9月5日の発売のロンドンコーリングシングルをリリースするんですけど、それに向けて活動していて、まあ、それを過ぎてもまたロンドンで活動したり、いろんなね、ロンドンに限らず世界で活動できたらすごい嬉しいと思うし、日本、ロンドン、その他各国、全国、CD をみんなに聴いてほしいし、曲を知ってほしいし、ロンドンブルーが
全国で愛してもらえるようなグループになりたいです。ロンドンコーリングのアルバムを待ってるファンに、まあ、ヒントとか、説明、アルバムはどのように、まあ、結果になる？ダンスの中でロンドンコーリングはタオルを回してアラウンドタオル、タオルを回すので、タオルをぜひ用意してもらって、私たちと一緒に回しながら歌って、で振りもサビが楽しいところであるので、タオルを一緒に回してもらって一緒に楽しんでもらえるような楽曲になってると思います。カップリングが2タイプあって、カップリングの曲が違うよって、あ、2タイプございまして、それによって曲も違うので、どちらも買っていただいて楽しめるようになってます。今回このロンドンブルーがロンドンでライブするっていうのは本当に大切な、時期だったというか大切だったと思うので、こうやって皆さん、ロンドンの皆さんには今日こうやってパフォーマンスできたことを本当に誇りに思います。もちろんあの日本でいつも活動しているので、日本のファンの皆さんにもこれからもっともっとロンドンブルーを知ってもらいたいし、もちろんそのロンドンと日本以外の方々にもロンドンブルーっていうアイドルがいるよっていうのを、何よりも認知度を高めてパフォーマンスも高めて、もっともっと成長していけたらいいなと思いますんで、応援よろしくお願いいたします。はい、私はこうやってイギリスにみんなで一緒に来れて、みんなで一緒に同じステージに立って、みんなで楽しい時間を過ごすことができて本当に嬉しいし、本当にたくさんの方に感謝の気持ちでいっぱいです。わざわざ日本から来てくださった方もいたし、イギリスの方々も一緒に私たちと盛り上がってくださって本当に嬉しかったです。日本のライブでも、この気持ちを忘れずに、この経験を生かして、これからももっともっと大きくなっていけるように一生懸命頑張っていきたいなって思いますので、この大事な経験を一生の宝物として、忘れずに、これからも成長できたらいいなって思います。 Thank you! 昨日今日で本当に夢のような楽しい時間を過ごせたので、これからもっともっと準備をして素晴らしいものを届けできるように、全世界で活躍できるようにもっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、本当に想像以上に、ロンドンのファンの皆さんが温かくて本当に幸せな2日間でした。あとこの経験をね、日本に持って帰って、日本でもっともっと、成長したロンドンブルーのパフォーマンスを見てもらいたいと思います。そしてまた、ロンドンブルーのファンの人がロンドンにいるっていうのが分かったので、ロンドンから日本に遊びに来た時はぜひぜひ、ロンドンブルーのライブ見に来てほしいですし、また日本の皆さんもロンドンのステージに立っているロンドンブルーを見てくれたら嬉しいと思います。本当にありがとうございました。 I love you.